あ、そうなんですね。あ、こんなんいつ撮りますか。おお、これ、S 線の前の音です。出勤する。あ、うん、いらっしゃい。はい、こっちも。はい、そこ。昨夜は眠れましたか。いや、全然眠れますよ、はい、何も何も考えてないんで。お願いします。よろしくお願いします。あの、今日は、まあ、あの、U-NEXT さんのライブ中継になっている朝のね、ルーティーンとかも見ました。豪快ですよ。本当ですか。それだ。 T シャツ、それで行くんだ。さすが、気にしないって。何も気にしないんで、さすがなんて。いやいやいや、アホなんて。シュートでフェイスとか何もやってます。新人王で、結構前です。思い出の地というか、その効果は、ね、明らかにちょっと違うなっていう。いやいや、そんなことないですよ。いや、そんな感じだったでしょ。本当ですか。もうみんなそう感じてたよ、ね。シュートさんもそう言ってたしね。あ、本当ですか。よろしくお願いします。お願いします。思い出の地とのことなんですけど、はい、ちょっと意気込みとかあります？意気込み？意気込みというか、思い出、思い出みたいなのありますか？ああ、まあでも久しぶりにこの会場に来て、なんかすごい、あ、懐かしいな。そういえばこういうとこで試合やってたなみたいな感じですね。懐かしいですね。はい、行きますか。行きました、行きましょう。自分はあれですか、こんな格好で大丈夫ですか。帽子は帽子、帽子かぶってもいいですか。かぶります。教師コンパイン。あ、帽子持ってきてないですよ。そもそもなの。そもそも。もう自分は全部身を任してるんで。質問だけに答えていく。めちゃ懐かしいっすわ。僕の時はね、北沢ダウンホールだったからね。ああ、この、ここは使われてなかった。その北沢もデビュー戦やりました。はい。緊張しますか。めちゃくちゃ緊張します。本当ですか。いや、堀口君がいるからね。マジですか。いや、それはないじゃん。自分緊張感のかけらもないですけど大丈夫ですか。いや、それがすごい。試合の時も緊張しないでしょ。しないです。死にそうながらも帰りたくなるぐらい緊張する。本当ですか。全然しないですか。全くしないですよ。逆にそれがまずいのかなっていうのもあります。川尻さんあれですか。もう引退したんですか。まだ引退してないけど、はい、あと何試合ぐらい。いや、ちゃん、まあ、やりたくなったらって感じです。はいはい、大臣もね、もう若い子いっぱいいるから、はいはい、おじさんが出てもしょうがないから。いや、でもそんなことないじゃないですか。やっぱりそこを叩き直して。自分マジで年齢とか関係ないと思ってるんですよ。あ、気持ち次第かな、まあ、もちろんこの衰えていくじゃないですか、うん、体は。でもまあ気持ちとか、その辺感じてる。まだ全然感じてない。いや、まあやっぱ怪我とかして衰えますけど、使い方かなと。そうですね。川尻達也さんです。どうぞ。ちなみにいつ頃戻られたんですか。自分記憶力がすごい悪いんですよ。だから5日前かな、1週間前かな。ありがとうございました。堀口選手、あの、大好きです。あの、応援します。頑張ってください。 UFC のベルト絶対取ってください。ベラトルのベルト取ってください。応援します。堀口さん、お疲れ様です。ありがとうございます。どうでしたか。まあ、楽しかったですよね、はい、こういうファンの方のイベントってアメリカにいるとできないんで、まあ、すごいいい、あの、機会かなと思って、はい、嬉しかったですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。